シングって本当はどんなやつなんだろう。いろいろと変わったやつだよね。そうか？ちょいと無茶しすぎるくらいで、普通に気のいい男って感じだかな。なんなら本人に聞いてみろよ。おいシング、ベリルが聞きたいことがあるってよ。直接本人に。俺に聞きたいこと？何何？シングって本当はどんなやつなのかなって。はあ、俺がどういうやつ？そんなの自分じゃ分かんないからさ、琥珀に聞いてみてよ。ねえねえ琥珀、シングってどういうやつ？シングは私を信じてくれる人だから怖くない。あの考えなさすぎの行動は別の意味で怖いけどね。私ベリルも怖くないよ。ベリルも仲間だからね。芸術家は孤独を恐れないから別に仲間なんていらないんだけどさ。でもまあありがとう琥珀。待っててね琥珀、奪われたスピルーンは必ず取り戻すよ。うん、シング、そんなカッコつけたセリフの前に覗きの謝罪を要求する。そうだこのケダモノ野郎、俺ですら琥珀が10歳の時に一緒のお風呂は拒否られてんのによ。いや見てないです。ほんの一瞬しか、ぼんやりとしか。ほんの一瞬ぼんやりとでも見たんじゃないか。そんなことないって、あんなの見たうちに入らないって。あいつの記憶消してやる。待ちやがれ。見ただの見られただのどうでもいいじゃねえか。農場じゃん。うん、